細谷慶は、群馬県沢郡境町出身の元プロ野球選手で、野球指導者、宇藤右内。境町立北中学校時代、2年生時は二類種として、試合に出場。2年生の夏以降、三類種になるが、後に遊撃種にコンバート。投手としても活躍。チームは、沢郡内、負けなしで、夏の県大会ベスト8に進出した。 大田市立商業高等学校時代は通算で46本の本塁打を放ち、群馬のゴジラの異名を取った。右打者ながらライトに大きく伸びる打球が特徴。2005年夏の甲子園群馬県予選は決勝まで進出したものの前橋商工に赤敗し、甲子園出場はならなかった。パンチの効いた打撃が注目され、2005年の ドラフト会議で千葉ロッテマリーンズから高校生、ドラフト4巡目で指名を受けた。2006年は高卒1年目ながら2軍で48試合に出場したが、打率。217、1本塁打に終わった。2007年は2軍の4番として打率。270、チームトップの9本塁打、41打点を挙げ、中心選手として活躍した。守備でも三塁手を中心に、 内野の4ポジションすべてで起用され、ユーティリティーぶりをアピールした。2008年は、開幕から2軍で4、5番を打つものの、成績は、平凡2軍の選手の中でも飛び抜けていい成績では、なかったが、チームの中心の一塁手種である、福浦和也、不良ズレーターの2人が2軍に落ち、1軍に1塁を守れる選手が、ホセオーティズしかいなかったため、4月13日に1軍、登録。 本職は三類だが、借り物のグラブでその日、八番、一類で、プロ入り初出場初スタメンし、七回に、プロ初安打となる価値ある同点打を放ち、初のお立ち台も経験した。2011年5月17日、対中日ドラゴンズ戦で、右膝痛で、登録抹消となった、小木の高に代わり一軍に昇格し遊撃手として、先発出場すると、五回に、 プロ6年目にして初の本塁打を放った。ところが6月9日の阪神タイガース戦で右足首を負傷し1軍に戻ったのは9月になった。2013年は開幕から1軍に定着し、大左投手時のスタメンや前年明の負傷時の三塁、代打、代走、守備要員とマルチな活躍を見せ、自己最多の84試合に出場した。 2016年は内野手登録ながら外野守備への挑戦も開始、同年のオープン戦では主に左翼手として出場した。この年から登場曲を応援歌にも使用されているドリーミンに変更。開幕から一軍に定着し、5月15日対楽天戦では自身初となる満塁ホームランを放った。最終的に、 規定打席には40ほど足らず到達こそならなかったものの1年を通じて一軍登録を抹消されることなく1塁、3塁、左翼の3ポジションを守り自己最多の116試合に出場し102アンダを放つなどの活躍を見せたソフトバンクとのクライマックスシリーズファーストステージにも出場した細谷にとって飛躍の年となるシーズンであった2017年 2月25日のヤクルトとのオープン戦で守備の際にフェンスに激突し、軽度の脳震盪と診断された。4月13日のオリックスバファローズ戦に一軍、昇格し右脇腹板の角中克也に代わってスタメン出場すると7回に逆転スリーランホームランを放った。41試合の出場、19安打と前年に比べ大きく数字を落とした。 2019年、6月9日読売ジャイアンツ戦で、シーズン初ヒット、6月12日ベイスターズ戦で、代打で出場し、山崎康明からレフトへ、タイムリーツーベースヒットを放つ。また5月12日に、田村隆弘氏が、右太もも裏の筋膜炎で抹消されると、高校時代に保守を務めた経験があることから第3の保守として、準備をしていた。2020年は、 開幕から2軍で過ごしていたが、10月6日、1軍選手複数名が、新型コロナウイルス陽性判定を受けて離脱せざるを得なくなったことを受けて、感染拡大防止特例2020の代替指名選手として、シーズン初の1軍初昇格。出場選手登録された11選手の中では、最年長であった。10月11日、対福岡ソフトバンクホークス1009回て。 一塁ランナーの井上春地下のダイソーで今シーズン初出場した。しかしこの一試合の出場のみで16日感染症から復帰した選手らとの入れ替わりで登録を抹消された。11月4日戦力外通告を受ける。12月26日現役を引退しコーチとして富山 GRN サンダーバーズに派遣されることが発表された。 生まれた年に解散したボーイのファンであり、登録名をハソイアにしたいという願望を抱いていた。また、2010年から採用された応援歌はボーイのドリーミンが使われている。なお、ボーイはホソヤの出身地の群馬県にゆかりがある。サンキュー、幕張タオルも発売された。また、2019年シーズン以降のマリンフェスタのセネームには、 選手のニックネームが使用されることになったが、2020年のマリンフェスタユニフォームの細谷には、ハソヤが入ることが決まり、登録名ではないが表記の夢は叶うこととなった。ただし、前述の通り開幕より10月5日までに軍、暮らしであったため、7月12日、8月23日、9月27日のマリンフェスタにて、ベンチ入りを果たすことはなく、 10月6日に1、軍昇格を果たしたものの10月18日に、行われるこの年最後のマリンフェスタの直前である同16日に登録抹消されたため、2020年に、ハソイや表記のユニフォームを着用することはなかった。ありがとうございます。